はい、こんばんは。ちょっとね、この頭、ね、その昨日とかとちょっと違うと思うんですけど、それはこちらの動画見ていただいて、先ほど公開したものなんですけどね、見ていただければわかると思います。で、今日のこの動画なんですけども、本日8月31日をもって、東京にあります豊島園という、遊園地というかアトラクション施設というか、そういうとこが閉園になるということで、はい、今日で終わりみたいですね。なんで急に豊島園の話をするかっていうと、米津さんが最近公開してる「感電」っていう曲のミュージックビデオ、アルバム「ストレイシープ」にも収録されてる「感電」っていう曲のミュージックビデオが撮影されたのが豊島園だったんですね。で、僕も実際豊島園にその「感電」で撮影されたのが豊島園だと分かった段階ですぐ行ってきて、こういうところなんだなっていうのを全部見せて。できて、米津さんがパンダの上で座ってる映像があるんですけど、そちらと実際に同じものを同じ場所でね、座って写真撮ってきたり、そういうのをね、写してる動画がこちらになるので、よければ、概要欄にも貼っておくので見てください。豊島園さんが終わってしまうということで、今日行かれてる方も、ツイッター見てるとちらほらいるみたいですね。僕はちょっと今日は用事があったので行けなかったですけど、僕その時の1回しか行ったことないんですけど、アトラクションとか乗ってるわけでもないので、そんなにこう昔はとかいう話はできないんですけど、でも、ちょっと寂しい気持ちもありますね。でもその最後の最後で僕もね、豊島園に行けて、米津さんのおかげですね。で、豊島園にも行けて、一つ思い出としてね、この夏の思い出として一個残せたのはいいことだなと思っています。ちょっと悲観的になることもなく、豊島園の跡地はなんかハリーポッターの遊園地みたいになるのかなみたいなので、それも完成したらね、みんなで行ってみましょうよ。米津さんの聖地巡礼という意味でもね、僕は行けて非常に嬉しかったです。僕なんかでもね、豊島園さんにはね、1回しか行ったことないですけど、思い出たくさんあってね、その1回でもね、貴重な思い出をいっぱいもらいました。本当にありがとうございます。これから行くことは新しくね、明日行ってみてくださいということはできないですけど、行った方、行ってない方、行ってない方は僕の動画見ていただいて、行った方は行った時の記憶を思い出して、いつまでもいつまでもね、心の中に豊島園っていうのを存在させ続けていただけたら、スタッフの方々ね、関係者の方々、皆さん嬉しいんじゃないかなと思います。じゃあ今日の動画は、これで終わろうと思います。豊島園ね、皆さんも僕の動画でちょっと懐かしい、もうすでに早いですけどね、ちょっと懐かしんだりとかしてみてください。じゃあ終わります。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。